盛岡貨物ターミナル駅は、岩手県盛岡市長井 30-39 にある、日本貨物鉄道の貨物駅である。東北本線所属。地上駅。駅構内は南北に通る本線の西側に 1km ほど続いている。構内の北側には、コンテナホームが2面4線設置され、留置線や仕分け線も付設されている。ホームの西側には、日本オイルターミナル盛岡営業所が設置され、その石油に薬設備へ続く側線も付設されている。構内の南側は、本線との分岐点や、着発線がある。着発線は、上下2本ずつあり、上下本線の内側に付設されている。これらの着発線からホームなどへ向かう側線が分岐している。なお、側線と折、本線が平面交差しないように、交差部分の下り本線は降下線となっている。駅舎はホームのさらに北側に置かれている。また、乗務員基地の青森総合鉄道部盛岡貨物ターミナル派出や盛岡総合鉄道部の貨車研修部門、施設保全部門も置かれている。全貨物列車が当駅で運転士交代を行っている。入れ替え用機関車として、新鶴見機関区に所属する HD300 形、ハイブリッド機関車が常駐している。当駅は、コンテナ貨物と車扱い貨物の取扱駅である。コンテナ貨物は、JR 規格の12フィート、20フィート、30フィートのコンテナと ISO 規格の20フィート海上コンテナを取り扱っている。取扱品目で多いのは、発送貨物が、米、席合わせ貨物、洗剤、合板で、到着貨物が清涼飲料水、紙、食料工業品、化学工業品である。また、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、これらが入ったコンテナの取り扱いが可能である。車扱い貨物は、駅構内の日本オイルターミナル盛岡営業所へ、送られるガソリンなどの石油製品を取り扱う。石油製品は仙台北港駅から輸送される。なお2010年3月ダイヤ改正時より国土交通省関東地方整備局が推進するモデル事業の一環として全国初となる貨物駅内にある内陸の通関物流基地を当駅に新設。東北各地から輸出入貨物を当駅に集め、京浜港との間で鉄道輸送を行う。運用は JR 貨物の子会社 JR 貨物インターナショナルが行い、当駅内に保税地域を設け、集配に加え新たに輸出入貨物の通関、保管も行う。当事業には二酸化炭素排出量削減及びドライバーの長距離運転負担軽減の観点から輸出入貨物もトラックから鉄道へシフトさせる。モーダルシフト推進という狙いがある。上記のほか、臨時列車も設定されている。トラック集配エリアは2個、久慈地域を除いた岩手県内全域である。主に、盛岡市中央卸売市場、盛岡中央郵便局、トヨタ自動車東日本岩手工場、その他県内企業の配送センターや、宅配便集配センターなどへ、コンテナ単位で集荷している。なお2個、久慈地域は、当該地域への郵便物を除き、八戸貨物駅の担当である。昭和60年版私有貨車番号表、トワイライトゾーンマニュアル13ネコパブリッシング、2004年。ありがとうございます。